本名シンガポール鉄道の整備計画づく路線、既存の鉄道路線を直線、計画中の鉄道路線本名シンガポール鉄道は、中国とシンガポールさらに東南アジアのすべての大陸諸国を結ぶ計画、建設中の鉄道のことを言い、全アジア鉄道ネットワークと呼ばれるようになっている。もともと、中国と東南アジア各地を結ぶ鉄道は、 イギリスとフランスの植民地時代より構想されていたが、20世紀の国際的な争いにより、地域の鉄道は分離されたままになっていた。2006年10月、アジア等の18カ国がトランスアジア鉄道協定に署名したことにより、この構想は公式に復活することとなり、今明、シンガポール鉄道はトランスアジア鉄道の一つとして指定されることとなった。また、 2014年からは一帯一路構想を推進する中国が積極的に域内の鉄道整備に乗り出している。計画路線は中国の昆明からタイのバンコクへの3路線からなっている。東ルートはベトナム、カンボジア経由、中央ルートはラオス経由、西ルートはミャンマー経由である。バンコクからシンガポールへの南半分の部分はすでに長年運行されているが、 高速鉄道が計画されている。2014年時点で中国とベトナム、中国とミャンマー、ラオスとベトナムを結ぶ部分の工事が開始されているという。ミャンマーとラオスを結ぶ区間は2011年に中国の援助により開始されたが遅延している。日本の援助によるベトナム南北高速鉄道計画は2010年に高額な公費のため中止された。 これらの区間は当初2020年までに完成される予定とされていた。この鉄道網は地域の経済の結びつきを強め中国と東南アジアの経済関係を増大させるものと期待されている。ありがとうございます。